はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。マシナリウム続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回はこのね、ここ入り口が開いたということなんで、早速ここね進んでいきたいと思います。ここなんだろうね。あ、ボタンだ。ポチッとな。エレベーターのみたいなとかな。お、これは何？ちょっとこっちこっちこっち。これ何これ？あ、開かないの？あ、開けてよ。開けてちょうだい、なんとかしてくれ。まあ無理みたいだな。チンって音からなんかエレベーターっぽい音でしたよね、これね。なんだこれ？ボタンがない。あ、なんかつくな。あ、線が引けるんだ。ね、これ。なんかいろいろ、待ってください、ちょっと待ってね。絵が描いてあるんですけど、これ見えないな。ちょっと、線の伸びてくれ。線伸びて。あー、11、1、これ、11、1、0、マイナス1、あ、これあれか、回数によって、こんなに、これを、線を引っ張んなきゃいけないわけかな、これ。こういう、いろいろあるけど、これを線引っ張れば、各回数にいけるけども、これがなんか抜けてるか、ここは線が書けないんだよな。こう書いても押せないんですよ。こういうとこしか押せないから。まあ、行けるとこ限られてるってことかしら。だからここが、ここと、ここが線引けない。これがなくても線が引ける回数しか行けないみたいだから、どこそこ。どこ行けんのこれ。どこ行けんの？適当に引いてみようかな。これポチッとして、ポチッとして、ポチッとして、ポチッとして。あ、ダメだ。ダメだ。こうか。まあ、弾けないよ、これ。結構限られてるな、ゲートこう。どこ行けんの？これ、この11回線がいけそうだなぁ。星型を書けばいいんでしょ。でも書けなくない？やっぱここがないと弾けないわ。なんかパーツ足んないみたいだなぁ。あるのかな、パーツなんか。あ、なんか。え？掃除しに来るよ。なんか俺、この隙なんかあるのかな？あ、なんかある。あ、いけないわ。今のは何？今のは何？これ取ればいいのかな、ロボットを。あ、取った、取った、取った。あ、なんか落とした。これか。なんかこれっぽいぞ。そんな取り方あるのか。あ、違うの？開かなきゃダメかな。これだよな、どう見てもこれですよね。ほら。ほら。で、これでようやくなんか一個いけるなって感じですね。ほら、いけた。何回いけたのかね。
星型だから多分今星型書いたから11回だろうな。うん、11回ですね。回数表示されないけど、また違う、こちら。なんだここは。ここは何ですか。まず手短なとこが引くから。トイレ。ちょっと行ってみようか。なんかこれ近くに行ってね、こう、アイコンを示さないとね、例えばここ、ここでこうやってもね、あ、大丈夫か。取ってはくれないんだよな。うん。だからなんかあるときは、こう近くに行って、クリックした方がいいんですけど、おい、すごいとこにあんな爆弾。例の爆弾ですよ、これ。これどうすんの、これ。爆弾すぐ近くにあるけど、これすごくシュールじゃないか、これ。どういうことこれ。ここからですよ。ここでしょ、ここ。これ便器でしょ、この上。これ、これ。こっからこうしたか。何爆弾なのこれ。こう覗くと、こういう感じ。そや。どうすんだ、これ。トイレットペーパーがあるけど、これ伸びないんだよな。水は関係ない。この上は。まあ、届かないよな。ハサミがある。でも取れない。高すぎ？それ届くの？いや、届かないな。これなんか道具が必要なんだろうな。まあいいや。とりあえず、ちょっと、どうすんのこれ。これなんだ？あ、スイッチ開いた。これはなんだろう、なんかダイソンみたいな。乗ったり、でも押せないんだ。登ることができれば押せないんだ。これは？これは何？スイッチを上げる？あー、下がってる。え？あ、前に進む。すごいな。上げると？これをなんか、ほんと、下げて、あ、下がるんだ。これを下げると、あ、もっと入るんだ。で、こっち行けばいいのかしら。え、これどうすんのこれ。こんなに入っ、あ、あ、これ誰か。ハサミが取れるんだ。で縮んで、これあれかな、まさか便器もっと下がるのかな、しらよいしょ、こう、あ、持ってくるな。ハサミはどこで使うんだろう。ここになんかあるんだよな。なんだろう。ねえ、これ引っ張れるんですけど、ハサミで切れてるか、これ。よいしょ。切るよ。おぉ、しびれる。え、しびれるの？切る、あー、そっか、切んなきゃダメなの、一回ね。電源切って、あ、ちょ、行き過ぎた。オフにする。ただ、これ切ってどうすんだろう。切れるのは切れるけど、でも通電するとしびれるってことか。ハサミ置いちゃった。あ、弱いちゃった。これ取れないの、これ。あ、取れないんだ。これどうすんの、これ。なんか引っ掛けるみたいな、フックみたいな、ん、これ。え？
ああ、引っ掛けるのに使ってるけど、これ何？え、これ爆弾引っ掛けんの？あ、また。そう。一回こっち呼ぶか。じゃあダイソンちょっと下げてみますね。いや、逆だ。逆だ逆。こ、あれなんだ。逆だ。こっちじゃない、こっちじゃない。こうか。下げる方向の下の時にクリックしちゃダメだな。この時にこうか。よいしょ。これでどうなのこれ。奥まで行ったけど、これを、ここ、ああで、ひっ、あ、便器を引っ掛けてね、便器を剥がすってことがよろしい。そうでしょ。で、いくら電動とはいえ、無茶ぶりじゃないか？あ、取れた。あれ、取れたぞ、あれ。ちょっと待って、もうちょっと寄せとくか。あ、もうできないの？あ、もう動かせないんだ。ダイソンを動かせないと。どうなったの？バコっつったけど。おいおいおい、壊れてんじゃないか、便器が。大変なことだったんですよ、便器がもう。これで何？降りるんか、これで。切れちゃうよ。これ取るの、これ。切れちゃう、切れちゃう。大丈夫、これ。乗った。え？何これ。4分半以内に何これ。回線を ?1、2、3、4、5 が ABCD。1、この迷路たどって、それぞれ番号が行き当たればいいってことね。1が D で、2番目が爆弾解除です、これね。要するに3番目が、目がおかしいな、これ目が失敗します、ね、あ、なんか違う気がする。3番目あと3番目がいいだな。2番目と違う。これだ。3番目がいいで、4番目が動いてるよ、まだ。あ、で、これで何？それぞれ当てはめなきゃいけないのか、これを。取っちゃったけど。あ、当てはめなきゃいけない。これ失敗だな、これ。もう取んないの、これ。1を A のとこ持ってくるの、これ。時間間に合うかな。これ B は3番目は2分の1。ああ、合ってる。最後の2択はね、山勘でした。適当でした。危ね。普
通にやったら時間足んないなと思ってね、石か橋からやってみました。よしよしよし。爆弾解除 OK。 一つ難問をクリアしました。よしよしよし、いいぞこれで。ここはこんなもんかな。いやちょっとびっくりした、時間足んないかと思ったらここはいけないんだな。じゃあいよいよ上に行ってみますか。あとはその友達というかガールドフレンドを救出するということですね。お疲れ様でした。なんか油断垂らしてるよ。大丈夫？あ、二人ともいるじゃん。なんかとガールフレンドと主人公も。あー、洗脳しちゃってるんだ。また悪い思考回路を送ってて。あー、過去の話ねこれね。あ、警察だ。おまわりさんみたいな人が来て、悪い子してるだろうみたいな感じで来たわけですね。お、乾電池で直した子もいる。お、逃げた。あ、そういういきさつね、そのエピソードがあったんですね、前にね。でこの人も友達なんだね、この人もね。これいいや。でこの人をどうすればいいんだ。なんかブルブル震えて、なんか拷問みたいになってるけど、なんとか直すにはどうすればいいんだろうな。これなんだろう、これわかんないな。他にはなんかあるよこれ。お、何これ。緑の玉を緑のところに置けばいいのかしら。それが結構なパズルになってるわけね、多分。あー、蛇を動かすような要領かしら、これ。こうやってどんどん動かしていって、ここに緑の玉を導くということかしら。頭と尻尾でこうやって連動していこうから、気をつけないといけないってことか。こうすると動けなくなっちゃうんですね。だからそれを注意を払ってやっていかないとダメってことか。わかりました。お、これで来たかな。ここも来た。ここかな、やっぱり。お、これ来た。間違えた、こうか。あれ？はい。お、ケーブルを、なんかコードゲットしたな。ここに刺すのかな。ここで接続して、お、何これ、鍵がある。まず鍵を取るの。お、銃がある。銃、おー、なんか撃ってきたよ。敵の数が40匹。敵を殲滅すればいいのかな、これ。なるほど。で、プラスがなんかライフ回復かしら。あぶらぶら。なかなか難しい。やってくんなよ。普通に敵の攻撃を避けながら、まずは鍵を取って、銃を取らないといけないと。まずそこだな。お、近い。確信を近い。先ほど言った。すごいゲームですね、これね。
あーただただ、これで撃てと。ほら反撃だ、ほらほらほら、任せな。で敵の位置はだいたいこの画面の欄外の方に赤く点灯するから、それを目安にしていくということですね。右にいるな。横に2匹、そこに1匹か。よし、お、もうゴールは近い。待ってろよ。ラスボスなんかいないだろうな。危ない。よし、できた。完了。お、正気に登ったかな。デバッガーか。お、あ、ガールフレンドがね、触られちゃったのっつって。しっかりしろよって。優しいな、この友達。エレベーター。あ、そこにいるよってことか。あ、一番下の階にいるってことか。あ、なんかくれた。プラグくれた。おー、応援してくれましたね。頑張るよってことでね。よーし、頑張っていこう。はい、ということでございまして、今回の動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。